パンパンパン、はい、パパンパンパン、はい、パンドラボックスのマスケ、はい、どうも高井です。ヒロです。本日は、心霊スポットに行くよ第一弾でございます。今日は、三重県、伊坂ダムに来ておりますと、はい、ここにはね、まあ、いろいろな噂ございますが、はい、まあね、小さな子がちょっと待っていきなり怖いな。小さな子が小さな子が、よくいるらしいですね。マジでめっちゃ怖、はい、めっちゃ怖いやん。というのをネットの情報や、いろんな方の、まあ、三輪車とかね。三輪車が何ダムにいんの。いや、三輪車で漕ぐ女の子の霊とか。うわ怖、まあ、いるんで、まあ、死ぬか生きるか、この動画がデッドアライブですか。そうですね、この動画残ってたら我々は生存してますので、はいはい、まあ、そこだけ行くか、はい、ちょっと収めればなと思います。怖いなー。レッツゴー。まだもうちょいじゃん。この辺、この辺やね、この辺、この辺、この辺、止まる？左？左やね。これ、降りれるよ。で、どう行くの？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 下、下、下。下？ここ？下？うん、下、下。なるほど。はい、これ、多分駐車場あると思います。左、左、左。左、駐車場ね。駐車場なんだ。うん、これ、あ、よかった、よかった。ありました、駐車場。これですね、ここです。はい。ここ暗っ。暗っ。マジで街灯ねえ。これ、ハイビームやね、今。そうなんですよ。で、こっからスタートやね。できます。行くかい。今ね、すごいマジ真っ暗、光向きでね、撮れてんの。撮れとんの。撮れてるよ。怖いよ。怖いです、マジで。カメラ行くぞ。長いもん。いや、もうやだ。じゃあ何、怖い。いいや、もう。あ、もう怖い。いやー、もう無理かも。無理かもしれない。だって無理かもしれない。何が怖いの。うわ、何何、ちょ、危ない危ない危ない、怖い怖い怖い。それが一番怖い。もう早く進んでいくしかないやな。まだ捕まんといて。なんで捕まんかって言って。お互い捕まえばいい。大丈夫、早よ行って、早よ行っても。捕まんとこ。大丈夫やって。捕みたいの。何女の子なの。マジで真っ暗。普通にクマとかでやな、猿とかでやな、ね、なんかいっぱい見とる。何も見てないよ。何も見てない。もう来んなって言ってる。言ってないわ誰も。あ、どういうの。滝が見えないもん。急にもしバーンって目の前にあろう。おお、何やねん、何やねん、何やねん。さっきから何回も気温で用意してあるやん。ごめん、もうちょっと消しといて。あー、もうペロン。あー、もうなんかあるよ、休憩所や。あー、これはベンチ、うん、まあ休憩所です。休憩所があります。まあ走ってたりしたらね、ウグイス谷。あ、ウグイス谷って言ってるから言うんすよ。ちょっと何かの力によって靴ひもたぶんそれはね。そんなことはないやろ。やばいやばい、始まるぞ。欲しいの。あ、ライトつけてんの。ああ、いいな。あ、怖い怖い怖い。何が綺麗なのが一番怖いと思う。俺50%あるから。え、なになになに、痛い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 、パニック、パニック、痛い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 。何が立っとる。何が立っとんの。白い、言ってそういうの。そうな、多分看板かなんか立っとんの。いいって本当だ、プチパニック。俺には見えないよ今何も。嫌だ嫌だ嫌だ。何が見えるの君たちに。何も見えない。白いのある。え、木じゃないのあれ。木は何が。俺行くで。看板みたいに立ってるは。何もおらんや。何もおらんや、何もおらんや。もうパニックや。看板みたいな。でも怖いな。プチパニックや。
白い人怖いやん。いやもうそういうのは何なん、共有してゆっくり、ゆっくり共有してお前一人で行ったなあれ完全に。え一人で行っとったな完全に。一人でいただいたなあれ。なんかおるとか言って。あーすいません。どれスピード落とす。どれこれ、これか。要素要素だけしたくなかった。わかる、超怖くないです。長い時間だってもうこれだってまだこっちから戻らなあかんもん。そうなんでこっち見んねん。このカメラこれ結構遠いと。どれ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 。ちょっと怖いじゃん。三つ葉の目の王冠ご鎮座伊坂に守護神って。このなんで赤いのこの橋。赤いの橋が別にセンスやろ。センスかなんかセンス。ちなみに2回ぐらい確かあるよね。だってもうここの下だってダムの。ほんまや。え？いや何がやねん。いや大丈夫大丈夫。でもヒーローの本前が一番赤い。や赤いなと思ってこの橋。多分伝わらんでこれ。赤いんすよこれ。ほんま赤いね。橋が赤い。でここもダムなんですよ。ちょっと取ってく？取ってこうかこれ。これ見てください。これ赤いんよね。次郎四郎大橋。全然伝わらんねこれ。結構でも綺麗だな。綺麗だけど。ああこれ全然伝わるかな。ダム伝わる？これダムな。ダムは伝わらんやな。夜景スポットっすね。そうだね、普通に綺麗だね。うん、普通に綺麗。ありがとうございます。まあ思ったより大したことないんで戻りますわめっちゃおるやん。高地戦闘ね、片思い片思い。ロード投稿でいい。嘘つけ、なんでや。ロード投稿でいい。なんで片思い。四足歩行で帰んの？片思い。片思いの？四足歩行でいい？片思い。マジで片思い。絶対うそやん。マジで重い。やばい。嘘やろ？嘘じゃん。いや。何？なんでもないよ。ごめん。マジでごめん。なんでもないって。なんでもないって。あ、そうやな。本当に面白いからやられるよ。風強くなってきた。風強いね。お、向かい風だね。なんてなんて？向かい風。嫌やん。めっちゃ風強えやん。なんか聞こえんの？聞こえたね、完全に。え？完全に聞こえたね、今。やばいよね。今完全に聞こえたね。あ、聞こえたよね。完全に聞こえたね、今。走らん？言ったやろ？いや、走らんでいいよ。大丈夫？全然余裕やん。今のは大丈夫なやつ？うん、大丈夫大丈夫。ああもう助けていいよ。いやライトつけてって。ライトの問題じゃないって。取れとるかなさっきの。いや高瀬ライトつけて。怖い。光が多い方がいいね。イライラする？うんイライラする。ライトつけるよと思って。はい。勝った。じゃあやっと。と。もう一本だ。はい。まあ。うん。あちょっとあるね。ライト。あ、なんだ。いや、すごい。到着やね。ああ、帰ってきたね。ありがとうございました。全部じゃないです、はい、正直。そうやね。まあ全部回ってはないね。そう、全部じゃないんですけど。まあ水辺ちょろちょろって感じで。水辺ちょろちょろ。噂の水辺ちょろちょろって感じで。橋ちょろちょろ。行かせてもらって。はい、で現場におる俺らからは聞こえた。マジで聞こえたよね。いやマジで。いやもう女の人がさ、うん、なんかわーみたいな、わーみたいな叫んでるみたいな。そう聞こえたんやって。風強くなってきた。風強いね。お、向かい風だよね。なんてなんて。向かい風。いややん、めっちゃ風強えやん。なんか聞こえんの？聞こえたね、完全に。え完全に聞こえたね、今。やばいよね今。完全に聞こえたね。あ、聞こえた。なんとなくで聞こえて、でその前に風も何もな、無風やったところが無風になった瞬間ね。そう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 、ゴーって結構強かったのがスッて無風になった瞬間に森の奥から女の人がうわーみたいな。あったあった。マスちゃん聞いてないでしょ。うん、まあ、俺は聞いてないな。聞こえんかった。いやまあどうなんやろうね。僕らはちょっとそういうね霊障みたいなものを若干感じ取られたような気がするんですけど、まあ多分見てる人には伝わるんか、伝わらんような気がするな。まあ怖い普通に怖かった。暗い、めっちゃ暗いわね。めっちゃ暗いよあそこ。女暗いっちゃ暗い。そうそうそう。いやーちょっと
やめようか、心霊は。もっと行こう、もっと行こう、もっと行こう、もっと行こう。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録高評価よろしくね。いや